皆さんこんにちは、ピレジェンド小林です。今回はね、ダイエットについていろいろと解説をしていこうと思います。大会が終わってですね、リバウンドした私が減量について語るのはどうかというふうにね、思う視聴者の方もいらっしゃるとは思うんですけども、大会に向けての減量と、また視聴者のね、皆さんがちゃんといい体をねキープするようなダイエットっていうのはまた違ったもので、で、私がね B レジェンドのスタッフになる前は、弊社で運営する B レジェンドジムのね VIP パーソナルトレーナーとして3年間ね勤務をしてまして、まあその中でね、さまざまなクライアント様のボディメイクをねお手伝いさせていただきました。まあボディメイクといっても、もう本当にね 95% ぐらいのお客様はもうダイエット目的の方ばかりでしたので、もうそれこそね、運動も嫌いで、食事もなるべくね食べたいものを食べて、それでも痩せたいですっていう方がね、もうやっぱり多い中で、フィットネスとはもともと縁のなかった方の意見とかね、こうお話を聞いていく中で、ダイエットしたいなとか、体のねラインをきれいにしていきたいなというふうにこう考えている方にね、しっかり実践していただきたいこととか、考えていただきたいことっていうのを、初歩的なね、本当に基礎的なところからちょっとずつ解説をしていこうかなと思います。ダイエットって聞くと、何を食べたらいいとかね、ささみとブロッコリーばっかり食べないといけないんですかとかね、もうちょっとこういろいろ調べてる方でしたら、こうケトジェニックダイエットってどうなんですかとかね、何をどれだけ食べたらいいのかとかね、そういうね、やっぱりテクニック的なところばっかり気になると思うんですけども、ダイエットをして、まあ理想の体にねなって、でそれを継続していくってなると、そういうテクニック的なところ以前に、皆さんの生活習慣を変えていく、でそれも変わった生活習慣をそのまま維持していただく必要があるので、テクニック的なところを解説するのもいいんですけども、それ以前のこの生活習慣を変える、でそれをまあ無理なくね維持していくためには、じゃあどういうことから始めていったらいいのかっていうところをね、まずは解説をさせていただきたいなと思います。まあなので、最初の方はどうすれば痩せられるかっていうね、テクニック的なところは正直ね出てきません。まだね、最初はダイエットを始めるための準備として、これはやっておいていただきたい、そういうことをね、まずは解説をしていきたいなと考えておりますので、ちょっと退屈かもしれないですけども、これはフィットネスに関係のない方も、特に運動が好きでもない、筋トレ好きでもない、だけども一年発起してね、よしちょっとダイエット頑張ってみようかなとか、健康診断の数値が悪くて、あ痩せないとまずいなと、でも運動嫌いだしな、食事制限もやったことない、自己流でやってリバウンドしちゃった苦い経験がある、そういう方のためにちょっと動画を撮っていこうかなと思ってますので、ある程度ね筋トレとか減量の経験のある方にとっては退屈な動画が続くかもしれませんけれども、全くの初心者の方にはものすごい参考になるお話ができるかなと思っておりますので、ぜひ聞いていただければなと思います。ダイエットを始める前にやっておいていただきたいこと、初級編ということで3つご紹介したいと思います。1つ目なんですが、揚げ物をやめるというところですね。もう皆さん、こう太りやすい料理なんだと思いますかって聞かれたら、まあやっぱりもう脂っこい、もう油でギトギトのね料理、揚げ物をはじめとする脂っこい料理ですとか、クリームたっぷり使ったスイーツみたいなね、お菓子、アイス、そういったものを思い浮かべると思います。なので、まずはそのカロリーとかタンパク質がどうとか、もうそういう難しいことは考えなくていいので、毎日のおかずの中から、まずはね揚げ物をなくすところから始めましょう。鶏の唐揚げの代わりに、まあ鶏のねソテーを食べるとか、とんかつにしてたものは生姜焼きにして食べていただくとかですね、その食材自体の油の量とか、そんなものはもう気にしなくていいです。とにかく揚げ物をやめてみる。揚げ物さえやめれば、調理方法はどんなものでもいいです。揚げ物以外であれば、食材はどんなものでも構いません。揚げ物をやめるところから始めてみませんかというのを、まあ私は提案させてもらいます。それぐらいやっぱりね、生活習慣を変えるっていうのは大変なんですよ。まあ人間にはね、ホメオスタシス、
恒常性というものがあって、何かを変えたら元に戻ろうとする力が働くんですね。ダイエットしなきゃいけないって思うような生活習慣をずっと続けてきた方がいきなり、じゃあそのダイエットするための生活習慣にガタッと変えてもですね、そっからまた元のダイエット始める前の習慣に戻ろうとする、まあ、この落差が大きければ大きいほど強く働いてですね、大きなストレスになってしまうんです。まずはそのダイエットを始める前の準備として、本当にちょっとずつ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 ですね、もうそれこそそのホメオスタシスのね、揺り戻しがね来ないぐらいの、本当に少しずつ少しずつね、生活習慣を整えていく、そういうところから始めていただければなというふうに思っておりますので、まずは揚げ物をやめてみるっていうところから始めていただくのをお勧めします。そして2つ目ですね、揚げ物をやめる、まあこれができるようになったら次は洋菓子とか脂質のね多いアイスクリームを食べるのをやめていただくというのをねお勧めします。まあやっぱりね、間食で甘いものを食べたくなる時ってあったりするじゃないですか。そういう時に、でもダイエットしなきゃいけないからって全部我慢してしまうと、それはそれでそれこそホメオスタシスの揺り戻しで大きなストレスがかかってしまうので、今の段階では甘いものが食べたくなったら食べていただいて構いません。ただし揚げ物を控えるのと一緒で、油の多くなりがちな洋菓子とかアイスの中でも脂質の多いもの、栄養表示をね見ていただいて、脂質がね 15g を超えてしまうようなものというのは控えていただくのをお勧めします。その代わりに和菓子とか果物、ヨーグルトとかゼリーとか、アイス系で言ったらまあ氷菓というね分類されるようなものですね、ああいったものは脂質の量が非常に少なくて、まあ、それこそこう乳脂肪分たっぷりのアイスクリーム、ソフトクリームとかね、そういうものに比べるとカロリーが抑えめになってますので、そういうものに変えていただく。でもっといいのは果物とかね、ヨーグルトとか、そういったものに変えれるのであれば変えていただくっていうのをおすすめします。まだ今の段階ではね、食べたくなった時に無理やり我慢をする必要はありません。食べていただいていいんですけども、食べるものをねちょっとだけカロリーの低いもの、脂質の少ないものに変えるようにちょっと頑張ってみませんかと、そういうねご提案でございます。そして最後3つ目なんですけども、日常生活の中で動く機会を増やすように努めていただく。なかなかですね、運動する機会とか仕事の中で動く機会っていうのが減ってる方非常に多いと思うんですね。なのでその普段の生活の中で意識をしてちょっとね動く機会を増やしていただきたいなというふうに思います。これはダイエットの準備はもちろんなんですけども、健康のためにも非常に重要なことで、座りっぱなしでねずっとこうパソコンの画面を見て仕事をしているとやっぱり血行が悪くなってきて肩こりの原因になったりとか腰痛の原因になったりとか、そういうね体調面での悪影響っていうのも出てくるので、例えば30分に1回はね椅子から立ってちょっとこう伸びをしてみるとか、ちょっと前屈をしてみるとか、ちょっと体を回してね運動してみるとか、あとはまあ買い物行ったりする時に、今までね車でずっと行ってたのを時間のある時は自転車で行ってみるとか、近場のコンビニとかスーパーだったら歩いて行ってみるとか、そういう形で日常生活の中で体を動かす機会っていうのを増やしていく。これ結構バカになりません。私がね VIP パーソナルで指導させていただいていたクライアントさんにもずっと言っていたことです。日常生活の中でこう動く量っていうのは、まあ毎日積み重なれば結構な量になるので、まあ電車移動が多い方であればエスカレーターに乗るんじゃなくて階段移動をなるべくしてくださいねとか、時間のある時は最寄り駅の一つ手前で降りて歩いてみるとか、そういう工夫をしていただくだけでだいぶね痩せやすさっていうのは違ってきますし、このねリモートワークが多くて体を動かす機会が減ってる状況の中、健康的な生活習慣を取り戻すという意味でもぜひぜひね取り組んでいただきたいことでもありますので、意識をしてみてください。ということで今回はダイエットを始める前に取り組んでいただきたいこと初級編ということでね、3つご紹介をさせていただきました。揚げ物をやめること、そして間食をしたくなった時に洋菓子とか脂肪の多いアイスをやめていただくということ、最後3つ目は日常生活の中で体を動かす機会を増やしていただく
ということですね。カロリーがどうとかね、栄養素がどう、タンパク質がどうとかね、この筋トレをやったらとかね、そんな難しいことは言いませんので、本当にちょっとずつできることから生活習慣を変えていっていただきたいなと思っております。千里の道も一歩からですのでね、小さなことの積み重ねで1年後2年後の体って大きく変わってきますので、自信のない方、経験のない方でもね、まあ無理なくこう始められるように、この動画を通じてねサポートできればなと思っておりますので、他にもね何か知りたいことがございましたら、ぜひねコメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。